はようございます。釣り子 TV です。久しぶりにですね、 OSP のワーム一袋ですね、新しく出てたのを買ってきてました。これドライブビーバーの 3.5 インチっていう、これがですね、あの店頭に置いてあったんで一袋買ってきてましたよ。ドライブシリーズっていうことなんで、非常にですね気になるワームで、ゴーストシュリンプっていうカラーですかね。推奨フックサイズが10番から20番、天然就魚剤成分混入、素材採用っていうようなことが書いてあって、価格が770円ということですね。バックスライド系ってことでいいんですかね。ちょっとこれですね、開けていきたいと思います。こういった感じの綺麗なブリスターパックに入っていて、一つ出してみます。これはいい感じじゃないですか。このですねカチッとした作りはやっぱり OSP ならではだなと思いますが、外見からよく見えてなかったんですけど、この手がかなりボリューム感がありますね。この手がですね結構プリンとしてるんですよね。で、一対のこの触覚っていうんですかね、これがついていて、で、こうピリピリ動かすための手なんかもついてますね。これは小型のやっぱりバックスライド系っていうことでいいんですかね。まあもちろんあのテキサスリグなんかでも効きそうな、このブリンブリン、ドライブクローラーみたいな、なんていうんですかね、水をかき回してくれそうな手がついておりまして、色もこれいいですね。このなんともエビチックというかですね、このすごいゴーストシリンプですから、お化けのエビってことでしょうけど、非常に釣れそうなカラーリングですね。もろにどうでしょうか、バックス、あ、でもそういうことではないんですかね。ノーシンカーとかで使う、こことかが結構薄い作りなんで、逆差しをそんな想定して作ってるわけではないよみたいな感じですかね。ってことはこのテキサスリグとか、まあちょっといろいろな使い方で試していこうかなと思いますが、数がですねこれ 1,2,3,4,5,6 6個入ってますね。でこんなパッケージで店頭に並んでますんでね、ちょっと重さの方ですね測っていきたいと思います。ドライブビーバー 3.51、 これは何グラムなんでしょうか。1個ですね 8.2g ということなんで、まあまあベイトフィネスのタックルとかだったらもうノーシンカーでもぶち込めるし、まあライトテキサスなんかでもいいんじゃないかなと思いますけどね。この手の、どちらかっていうとこれバックスライド系っていうより、あのゲイリー山本のモコリークローに似たようなコンセプトかもしれないですね。軽めのシンカーでこうカバーの下にトゥルンって入れてシェイクすると、この手がブリン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 こう水を押して魚をおびき寄せる、ブリン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 って。こう考えると、なんか一見して雑誌とかでああいうので見てると、俺バックスライド系なのかなって勘違いしてたんですけども、はい、というわけでですね、こちらドライブビーバーなんだろう、ちょっと今ホームページでどんな使い方するのかなと、ちょっと事前に予習しておこうかなと思って、開いてみました。躍動するギュンギュンバサロ、後継の新しいワームとして誕生したドライブビーバー。特徴はカバー際でのすり抜けの良さや誘いやすさ、フッキングキャストのしやすさといったトータル性能の高さ、そしてドライブシリーズの名を継承した自発的でありながらもトルクフルなバサロアクションである。カバー攻略を意識すればするほどすり抜け性に影響を与えるパーツが削がれたシンプルなデザインになり、誘いも単調になりがち。だが擦り抜けやすいシンプルなボディ形状ながら綿密にデザインされたバサロパドルは、ボディを大きく揺らしながら腹側、背側、上下に大きく振れ、相反する条件を高次元にクリア。 14g 以上の重いシンカーはもちろん、 2g 程度の軽めのシンカーでもポール時にこれまでに全くなかった自発的バサロアクションを発生させ、スローな食わせからスピーディーなリアクションまで幅広く対応。
スイミングではボディをくねらせながらバサロパドルを上下に、スイミングスピードを速めれば上下左右にランダムにバタバタとバタつかせ、まるで逃げるザリガニのごとく躍動的な生命感あふれかえるアクションでバスの本能を、覚醒させるということで、カバーの、バスデザイルアーを選ぶほどハイプレッシャー化し攻略化が多様化しつつある昨今、ドライブビーバーがホッケーワンの新しいスタンダードとなると。このバサロパドルですり抜けはいいんだけどスポンと入れる、まあ味と匂いがついてるっていうことで、あ、すいません、バックスライド系じゃないです。これはあのカバーにトゥルンって入れるためにこんだけシンプルになっている。で、入れた後はこの下が開放してビランビランとプリンプリンとこうバスを誘うよって、あ、こういう使い方なんですね。だから、カバーとかにトゥルンと入れやすいっていうことで、まあ、2g から 14g ぐらいまで多彩な重さに対応した、テキサス用のホグ系ワームであると、こういうことみたいですね。ということで、まあ、使いどころとしては、まあ、亀山ダムで自分はカバーに入れたりとかになるんですかね。あとは横利根川とかでもちょっとした水生植物が足とかが倒れて覆っているようなとこにトゥルンと忍び込ませて、ちょっと何入れても食わないやつがこいつのブリンブリンアクションだと食っちゃうかもしれないよと、こういったところが使いどころになってくるんですかね。まあ何にしろですね、ちょっと一番使い手のあるこの 3.5 インチサイズに細かい機能が凝縮された、あと味と匂いもついてるということですからね、早速ですね、いろいろなところで試してみたいと思います。というわけでですね、本日の釣りコー TV はこちらですね、 OSP の、新しいドライブシリーズ、ドライブビーバー 3.5 インチ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。